年が経ってくると、まあ、中年以降になってくると男性もテストステロン、男性ホルモンがだんだん減ってきてしまいます。はい、今回はトレーニングとホルモンの働きについてお話ししたいと思います。一般的にウェイトトレーニングを行いますと男性ホルモン、テストステロンと呼ばれるものが増えてきます。でテストステロン、いわゆる男性ホルモンですので、男性っぽい働きをするホルモンがあるんですね。どういう働きがあるかといいますと、まず筋肉を増やすという作用、そして、脂肪を減らすという作用、そして大事なのがやる気を出すという作用があります。これはテストステロンがですね、体内で、酵素によってジヒドロテストステロンというものに変わるんですけれども、そのジヒドロテストステロンが多いとやる気が出てきます。逆にそのテストステロンと、ジヒドロテストステロンが少なくなってくるとちょっとやる気がなくなっちゃったりするんですね。でよく最近は男性更年期みたいな話があったりしまして、年を取ってくると、まあ、中年以降になってくると男性もテストステロン、男性ホルモンがだんだん減ってきてしまいます。減ってくるとやる気がなくなってくるんですね。で、ちょっと鬱っぽくなったり、自殺しちゃったりとかっていうこともあったりするんです。それがまあ男性更年期なんですけれども、逆に、トレーニングをすることによってテストステロンを増やすことができます。ですので、ちゃんとトレーニングしてですね、テストステロン、男性ホルモンを増やすと、やる気が出てうまく仕事もできるようになる、プライベートでも、うまく、やっていけるようになるということがありますので、トレーニングをちゃんとすることによってホルモン分泌を活性化させると仕事もプライベートもうまくいくようになると思います。ただしトレーニングやりすぎると逆にオーバーワークになってテストステロン下がってしまいます。やりすぎれば逆にホルモンが減ってしまいますので、やりすぎない範囲ですね、まあ、1回のトレーニングを1時間以内ぐらいに終わらせて、まあ、週 2,3 回ぐらいで十分だと思います。それぐらいのトレーニング量でしたら十分にテストステロンを増やして、人生をうまく、やっていくことができるようになると思います。トレーニングやりすぎに気をつけてホルモンを活性化させていくようにしてください。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後の、セミナーなどの新しい情報はですね、LINE の公式アカウントとかはお知らせしていきますので、ぜひ概要欄から友達登録よろしくお願いいたします。